さん、これカニじゃないですか。カニなんて超久しぶりですよ。でも一杯だけなんですか。ダンヌパパ、何スフィンクスみたいなトンチ聞かせてんだ畜生。一休さんじゃねえだよ。一休みどころか永遠に休ませたのかクソババ。でも10本をどうやって分けましょう。3で割ると1本。あれ、なんだこれ。手であるか。んだよおい、これからって時に。ブレーカーちょっと見てきます。見てきたけどブレーカーじゃないみたいです。あ、電気ついた。さて、気取り直して食べま。あの、すいません、カニ様が停電中に怪我されてます。ちょうどよかったじゃねえか。これで3人3本ずつ分けられるようになっただろう。さ、喧嘩はここまでだ。仲良く3本ずつ分け。お前は日本だけどな。ゴツゴツの殻ごと食べて口血だらけになってんだろうが。どんだけ甘くて食べたんだよ。あ、ゲ、また停電ですよ。カグラちゃん、いやね、ぐおい、どうした、カグラ。目がしっかりしろ、カグラ。見ろ、シンパシー。まさか。あれ、なんか、カニのハサミに血ついてますよ。ゴリラがカニ持って、刺してきたにゃん。ちょっと俺、もう一回ブレーカー見てくるわ。わ、私も。ちょっとろうそく借りるぜ。あれ、ろうそくのつき悪いな。こっちもダメだ。あ、こっちも。あれ、銀ちゃん、よく見たらこれろうそくじゃなくてカニの足ある。ろうそくの近くにカニの足転がしてた新八が悪いある。しかも悪びれることなく人に罪をなすりつけたよ。まあ誰にでも間違いはある。許してやろうぜ。銀ちゃん、いいこと言うある。おい新八、もう一度そっから平等に3等分しろよ。新八、まさか貴様その弱いにしてカニ味噌姫の秘密を知っているというのか。確かにカニ味噌姫は戦国一の仕込めだ。しかしその容姿とは裏腹に姫が戦国一の床上手であることを貴様は知っているというのか。カニ味噌姫、ご無事でしたか。ご安心召され、もう大丈夫です。これはバカな。カニ味噌姫。カニ味噌姫。それは一体誰のことかしら。いやー、悪いねバッツァン、ハサミまでもらっちゃって。結局お前カニの身一つも食べてないじゃん。見誤った。でも仕方ねえよな、お前がくれるって言ったんだから。カニの出汁がよく効いています。なんだと。これはまさしくジャイアンとのび太の関係。相性バッチリじゃねえか。最高のセットメニューじゃねえか。心の友じゃねえか。